開始です。画面に向かって左から右へ攻めるのがオランダ、反対に右から左へ攻めるのがデンマーク。ヘッドでパスを送る。サンジ、ふわっと上げた。スローイン、グノンコ、スローイン、ダーウィッツ、スペースを使う、ブロンクホスト、シュナイケル、シュート、サンズ、もう一度見てみましょう。ヨルレンセン、この選手は動き出しが非常に速いですね。トマトン、オフサイドはない。オヘルマウス、ガンガンですよ。ダンビリバゴールゴール、スーパーゴールゴール、オランダ、試合を振り出しに戻しました。さあもう一度見てみましょう。オヘルマウス、このここで折り返す。決まった。ゴール。エクセレントゴール。オランダ1点リード。さあもう一度見てみましょう。前転。キラーパスになるのか。雑なパス交換、ボールを外へ出す。いいパスが出た。ファーサイド、空中戦、ディフェンダーも必死です。オーナーです。さあチャンス到来。さあもう一度見てみましょう。トマトン、この選手は動き出しが非常に速いですね。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中、さあ後半戦が始まります。グノンケ、アナン・ニールド、サンズ、ショーンベルク、ファイナル、折り返した。
主審ファールを取りました。キーパーが腕の枚数を指示しています。直接打ってきた。キーパーこぼした。さあここからどう攻める。審判を流しています。ヨルベンさん、ファンテルさん、スペースを使う。スローインです。レッチハキラーパスになるのか。すでに試合時間は85分が経過しています。さあここからどう攻める。必要なマークをもっとスクイーズにするべきですね。同点のまま試合終了。オランダ最後まで見応えのある試合でしたが引き分けに終わりました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返ってみていかがですか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さんありがとうございました。失礼いたしました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。